はい、どうもこんにちは。これはですね、土屋太郎さんですけどね、これ多分番宣でいろいろ出てるんですから、鳩の撃退法っていうのが CM やってますよね。佐藤正午氏の同名ベストセラー小説を映画化した鳩の撃退法で、天才作家と彼に翻弄される編集者を演じた藤原達也さんと土屋太郎ちゃんです。で、でこぼこながらも軽快かつテンポの良いやり取りで観客を魅了する名コンビを魅力的に演じているってこと。まあ、この藤原達也さんってね、まあすごく素晴らしい俳優さんですけど、カイジですよね、代表なのはね、代表作っていうかね。その藤原達也さんについて土屋太鳳さんが、まあ、言ってるのが僕は気になっててですね、土屋は藤原について私自身すごく憧れていた方だっていうですね、あの藤原さんについて、いろんな作品を小さい頃から拝見していましたので、本当に自分が覚えてきたセリフとか呼吸に対して目の前で本当に返してくださるのかなっていうと、一緒に演技をするまでサンタクロース的な感覚だったんですっていうね。藤原竜也さんのことを憧れの方でサンタクロースって言ってるんですよね。それほど共演をよというほど共演を喜んでおり、現場での藤原についても現場に来たら本当もう津田さんがいらっしゃって、その津田さんのセリフのテンポだったり動きのスピードに引っ張っていただいて、とても会話が楽しかったですっていうね、もう本当にメロメロな感じになってるんですよ。で、藤原竜也さんも太鳳ちゃんの役としてではなく、土屋太鳳さんとして僕が接してみて、若いゆえにいろんな苦労をしてきて、自分の中でもいろんなことを考えながら現場に入ってきて、僕が言うのもあれだけど、今第一線を走り続けている理由がよくわかるというか、すごい素敵な女優さんですねと絶賛という感じなんですって。でね、僕がこう気になったのはね、前土屋太鳳さんね、佐藤健君にも同じようなことをね言ってたんですよね。少し前です、ほんと2ヶ月ぐらい前の話ですよ。土屋太鳳健先輩でね、健君のことを健先輩と呼ぶんですね。一生にの恩があると言っても過言ではないって言ってたんですよね。それはインスタグラムに書いたんですよね、土屋太鳳ちゃんはね。私を応援してくださってる方は、私が佐藤健さんを健先輩と呼ぶことはよく知ってらっしゃると思います。書くときはなぜかひらがなです、なぜかはわからないんですが、とかっこ笑いとね、あのまあ、タケル君に対する呼び方について書いて、もし初めてお会いした作品がルローニケンシンシリーズではなかったら、もっと普通の呼び方をさせていただいたかもしれません。8年前日村と三沢と して出会わせていただいたときは、まさに待ち時間でも日村と三沢そのもので、浜辺の岩山に登って遊んでいただいたり、ひたすらアクションを練習したり、猫と遊んだり、女優というより子役さんに近い感覚で接してくださっていたように思います。8年間本当にいろんなことを相談してきましたと。まあだから8年越しの花嫁の時ですかね、のあの作品は、もし武雄先輩に出会っていなかったら絶対出会えなかった作品でした。あの作品と撮影に出会っていなかったら、出会えていなかった大切な人たちがたくさんいますし、もしかしたら私は女優としてここにいられなかったかもしれません。そして8年間相変わらず師弟のように接してくださっていることも本当に力強く、私は武尊先輩に一生の恩があると言っても過言ではないと思いますっていうね、もうまさに絶賛をしてるわけですよ。土屋太鳳さんってそういう人なんだなってちょっとね、なんか何が真実なのか分かんないなと思うんですよね。藤原さんに会えばずっと憧れてましたみたいな感じですよね、これだとね。ずっと前から憧れていたサンタクロースです、あなたは。タケル君に関しては、本当恩があります、あなたが私を育ててくれたんです、私はあえてあなたをタケル先輩って呼びますみたいなね感じじゃないですか。ものすごいお調子者なのかなってちょっと思ったり、天然なのかお調子者なのかっていう感じですかね。なんなんですかね、公の場でね、そういうことをこうバーッと言うわけじゃないですか。両方にね、恩義があったりとか、両方素晴らしいっていうのはわかるんですけど、なんかね、あまりそれはそんなにアピールしちゃうと、課題にね、出しすぎちゃうと、やらしいですよね。僕は感じちゃいますけどね、なんかやらしいなっていうね。なんか八方美人なのとかね、みんなに言ってんじゃないよって、なんか昔、タケル君がなんかそういう、
土屋太鳳ちゃんなんか冷たく、ね、冗談のようにあしらってなんかみんなにそんなこと言ってんじゃないのみたいな感じのあしらい方をなんかしてたっていう記事にいましたけど、本当そんな感じでね感じるところがちょっとあって、まあそれが土屋太鳳さんのいいところって言ったらいいところなんでしょうけどね、屈託がなくてね、もう誰にでもそうやって接するんですよっていうね感じだったら、まあそれはそうかもしれないんですが、なんか僕はなんかね、もともと持ってるね、占い的な自分の星がね、人をなかなか信用しないっていう星なので、こいつ信用できない女だなって思っちゃうかなっていうね、ところがね、あるかなと。まあそんな感じに思いました。な感じです。ではでは。